さんこんにちは、カプリです。今日はお昼のカプリです。今日はね、朝から病院に行って、で診断書もらったりなんたりしてから時間が経ってしまいました。朝やっぱり6時20分に起きて行ってきました。一番だったんですけど、行った時には誰か呼ばれてました。早く呼ぶ時があるんだよな、せっかく一番に行ったのに。まあ注射とか血液検査も今日したので時間がかかりました。いろいろ書類とかね。でそれから歩いて30分ぐらい歩いて、1時間ぐらいか、全部でね1時間ぐらい歩いて、何ですかね、1時間ぐらい歩いて、何も言葉が出ない。書類を印鑑を受け取りに行って、そして書類を出したり書いたり しながらやっと歩いて行ってきました。今日ねちょっと調子悪いんですよ。調子悪いんだ。来るものが来てしまってね、ちょっとね、体が痛い、お腹が痛い。ねえ、ゆきちさん、誰かに必要とされたい、そうですよね。私もそう思いますよ。誰かに必要とされたいっていつも思ってます。そしてね、元に戻って綺麗な、痩せて綺麗にね、なりたい私も。自分磨きがなかなかできない。本当にね、もう手もね、荒れてしまってね、大変。手を人の前に出すのも嫌なんですよね。薬もらってるんですけど、塗ってるんですけど治らないの、なかなか。そして爪はね、こうなって反ってくるんですよね。貧血のせいかもしれないですね。食欲あったのに今日は全くですか。私は羨ましいな、食欲ないっていうのが羨ましい。食欲はあるけどね、食べるものがないんだよ私は。本当にね。でもゆきちさん、そんな自分を責めちゃダメですよね。本当私見てくださいよ、もうなんかドロドロの、なんかもう、暑い今日は。そしてね、私見てもあ、こんな人がいるんだと思ってくださいよ。あ、こんなね、デブでダイエットしてても痩せないやつがいるんだと思ってください。今日ほんときつい。今日ね、社協に行ったらね、社会福祉協議会に行ったら、女の人がマスクしててなんかきつそうだから、あら今日きついんですかって聞いたら、風邪で、みんなねインフルエンザでダウンしてるのよって。私はインフルエンザの菌の中にいるんだと思って
私注射打ってないからね、もう5分だわ、もうお昼ですね。なんにも食べるものがないな、何にも食べるものがない。食べる、あーラーメンがあったか、ラーメン食べようかな。ということでした。ゆきつさん、自分を責めちゃダメよ。ゆきつさんのね、個性だから、それはね。ほんと人見るとさ、いいなってやっぱ思っちゃうんだよね。私も自分を責めているんですけどね。なんとかしようと思ってダイエット始めたんですけど、全然痩せないの、本当にね。ドナルドダックだ。ドナルドダックだよ。もう本当にアヒルみたい。じゃあまたレビューします。コメントありがとうございました。じゃあねー。